なんか法律とか規制とか、はい、どう思う？正直邪魔ですね。そこはもう、なんか全面的に、法の方に立つべき立場じゃないのかなって感じですけど。いや、なかったら困りますよ、先生。まあ確かに、なかったら困る、はい。なかったら困るけれど、はい、どうなんでしょうね。まあ、やっぱり先生、ない方が。なかったらなかったで、まあ、逆に今、法律っていう風なものが力を持ちすぎてると僕は思うんですね。ああ、なるほど、はい、はい。それはどういうことかっていうと、はいはい、特に科学の分野において、うん、例えばクローン研究だったりとかするじゃないですか。であれも先にクローン研究を禁じるみたいな法律が先にできてしまって、あ、確かにクローン の、 そ、ね、その技術自体まだ全然出来上がってない、いいとこなんかね、羊のコピーができてその、ね、コピーもすぐ死んだみたいな、ドリーぐらいの話ですね。そう、そんな感じなんですよ、で、そんな状態なのにもかかわらず先に禁止してしまうのはありなんでしょうか。まあ確かなんか変な話ですね。なぜダメなのかとかっていうところもね、そうなのか。なので、まあ、今日はちょっとした、生命倫理の話を。おー、なるほど。これから倫理の時間です。それはなぜですか。著作権の話をしましょう。基本的にその生命っていう風なもので、例えばそのどこでもドアってある。あ、はい、ドラえもんのね、どこでもドアっていうものがもし存在するとする、どこでもドアに入って、入った瞬間こっちからどこでもドアが出てきて、で出てくるわけで、この入ったやつは消えてるわけですよ。一旦これ破壊されて、でこっちで再構築されて出てきてるわけです。あ、そういう仕組みなんですか、あれは。仮にそうだとしよう、仮にそうだとしよう、はい、そうすると、はい、もしかするとその壊された人入ったやつっていうのは、めちゃめちゃとんでもない苦しみを味わってる可能性高いです。でも、でこっちに再構築されるような痛みがないと。ああ、なるほど、なるほど。と考えたら、この新しくドアから出てきたやつは、誰なんでしょう。おー。これ、僕が答えていいんですか？はい。あ、まあ、それも、その人そのものだと、思いますけど、うん、僕は。そう、僕もそう思う。うん、これは、先生の点とか、スワンプマンとか。あ、秘伝の盾理論と一緒のやつです。はいはい、はい、はい。だから、なんでしょうね。例えば、おじいさんから、斧を、授かりましたと。はい。でも、絵が腐ったんで、絵を描きましたと。で、ずっと使ってる。で、歯が、もう割れてきたので、交換しましたと。で、これはおじいさんの斧なんでしょうか。どう思います？難しいですね。そっちはちょっと難しいな。まあ、でも、おじいさんの斧だと思いますね。そうですね、まあ、別に何が正解という話でもないので、これは別に答えも正解もないので、もう皆さんも考えてほしいんですけど、これからだから逆に多分そういうふうなその生命とはみたいな感じ の、 課題がおそらくねもっと増えてくるんで、それを逆に先に法律で「はいダメ！」って言って「はいダメ！」ってやってしまうと、できるもんもできなくなる、できるもんもできないし、発展するもんも発展しなくなるし、もしかしたらね、そのクローンの研究の過程でめちゃめちゃすごいね、例えばがんの治療ができるかもしれない。ああ、何があるか分からない。何があるか分からない、その、ね。研究っていうのは一体どこで何がどういうふうに転ぶのか全く分からないので、なんでね、まあ、そういう意味でちょっと法律がね、なんか、邪魔って言ったらあれですけど、稼ぎになってるところはあると思いますね。稼ぎの、結局のところは、例えば日本国内で、はい、まあ、それを禁止しました。じゃあ、ね、他のなんかもうちょっとフリーダムな国が、稼ぎなしにやってしまって、で、じゃあそれを、まあ、止める権利は当然、あの国ではない。まあ、ないですね。で、そこで生み出た技術っていうふうなものを結局お金払ってなんか買うみたいな。それってバカバカしいことではないのかな。なんか非常に非効率的に聞こえますけど、違うんでしょうね、作ってる側。まあ、どこまでがね、それは、それ正解のない話なんで。まあね、これ。まあ、これもまあ別の話にちょっとなるんですけれど、はい、例えば、アメリカで実際にあった事例で、はい、確かね、森で、睡眠薬、だから、まあ、自殺を志願者が、森で睡眠薬を大量服用して、で、死んでたんです。確かあれは8時間から12時間ぐらい、心臓が止まって半日。ああ、そうですね、はい。で、森に落ちてた。うん、で、それを、まあ、拾ってきて、うん、で、俺のターンって言って、バーン死者蘇生みたいな。できるんですか？その死体のコンディションが良かった場合、おい、リブトできるんですよ。マジっすか？で、それはアメリカでなんかイレーシングデスっていうのは、その死の消去っていう風なんで、はいはい、すでになんかいろいろ研究が進んでいて、で、それと同時にその女性も、まあ、実際にその蘇生させて、確かね、2週間ぐらい生きてて、
あの自分の死んだのはなんかその自殺を選んだのは間違いだったみたいなことをなんか言って、うん、で2週間後死ぬんです。まあ当然あの12時間体がもう死んでたんで、うんうん、そのいろんな部分にその死んでたダメージがもう生のように残ってて、それが後からまあ多分クラッシュ症候群的な感じでおそらく来たんだと思います。で、まあ、最近その死者蘇生の技術があの本当にちゃんと着々と進歩を遂げてきて、うん、ほら頭が半分吹き飛んでいる死体であってもとりあえずリブートしてお前誰が裏に殺されたみたいなんで、みたいなのでできるんだ、聞けるように多分なる、あなる、あ、うん、将来的な話ですね、はい、現状もしかするともうできちゃうかもしれないですけど、それはありなのか、あー難しいっすねこれ、これ難しいな、ありなんでしょうかね、ありに、うわありにしたい気持ちはありますね、でもどちらかといえばあり派です、確かに操作はね、そうですね、それ考えたら、うん、確かに確実に犯人殺されたやつが言ってるのか間違いないそうですね、でもそいつ絶対死ぬんだ、うんうんうん、だからいいとこは、まあ、数時間とかしか生きてない、はいはい、うん、まあお別れの挨拶が言えるかなみたいな、うわこれは多分僕の個人的な感覚なんですけど、はい、これは個人の趣味になってくると思うんですよ、うん、だから今ドナーカードってあるじゃないですか、あもうそうですね、そう、多分ねあの死者蘇生禁止カードがまあもし私がやられたらあの蘇生しないでくださいとか逆に蘇生してください、蘇生 OK みたいな、うんうん、まあ、そうなってきそうな気がしますね、もし OK になったとしたらね、うんうん、っていう気は、だから現状それはね、しばらく法律はないんで、うん、死者蘇生は今のとこ OK っていう感じですかね、うん、こうなってくるとそう結構いろんなこと規制してきますよね、うん、いや先生どうですか、科学者としては法の規制がやっぱ入る前にいろんなことしたいなとかっていうのってあるんですか、まあ、もちろん、はい、法律なんか考えないで、うん、これは別にあの真っ当的な考えではなくて、はいはいはい、いわゆるその法律を常に気にしながらやるっていうのは、うん、その科学にとって足かせでしかないので、うんうん、なのでやっぱそこをねもうちょっと逆にその、まあ、アメリカとか、まあ、アメリカが僕は素晴らしいとか言うわけではないんですけど、はい、そのいわゆる学内というふうな、まあ、いわゆる正規化することによって、うん、その中で起こったら全部しゃあないみたいな感じのやつとか、あとはまあその民間レベルで そのできることの範囲 その、ね、緩さですよ、はいはい、で例えば今アメリカはそのバイオ技術がめちゃめちゃ進んでいて、うん、でそのネットで自分でプログラムした、うん、遺伝子民間遺伝子を、ポチれる、それすごいですよね、でそれ届いたやつを、はい、その例えば植物とかブイッて入れて、はい、マイクロとそれが培養して聞けば、例えばその光るクラゲの遺伝子を組み込んだトマトとか、はい、でそのトマトはなんかそのブラックライトあるとかめっちゃ光るみたいな、うわっていうのができるんです、はいはいはい、でこれは一見うわじゃないですか、はい、うわですけど、でもそこからそういうふうな技術ができることに民間っていうのは当然そのパイがめちゃくちゃでかいですから、まあ そこからとんでもない技術が生まれる可能性高い、うん、当然それ悪用するやつも出てくるだろう、うんっていう風なところで、まあ、規制するのが正しいのか、規制しない方が正しいのか、うん、っていう風に考えたときに、規制をしない方が結果的にその海外的な競争力では圧倒的に規制しない方が勝つんです、うん、まあそうですね、うん、でそれがいいのか悪いのか、うん、それはね、じゃあそれは俺たちが考えることじゃねえから、どうでもいいんだよいや、うん、なるほどね、はい、では先生、はい、私からちょっと一つだけ最後お願いがあるんですけども、はい、法律で、うん、規制が入る前になんとかめちゃめちゃムキムキでモテモテになる、うん、遺伝子とかっていうのをですね、私のためだけに作っていただきたいなと思うんですけど、わかりました、じゃあ今度頑張ってみましょうありがとうございますじゃあ次なんかハルクみたいな状態モテモテかどうかわかんないですけど、俺ハルクになれるのちょっと嬉しいです緑色だったよ、あーもう色はそれなら青にしてくださいもう緑キャラキャラキャラ、そうですね、緑ちょっと著作権的にヤバそうなんで、あ青あくまで著作権に配慮していく、そうですね、はい、まあでもともすればそれ、まあ、結果としてはムキムキのドラえもんにしか見えないと思うんですけどはい、というわけで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします